藤谷蓮次郎です。今日は1980年代傑作アルバム全曲紹介シリーズの第6企画、伊藤銀次さんのベイビーブルーから1曲またご紹介したいと思います。1982年4月のアルバムです。ベイビーブルーの中から1曲ご紹介いたします。で、またお願いをしておきます。チャンネル登録といいねの方よろしければぜひお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げる曲はいよいよベイビーブルーというアルバム、大好きな曲ばっかりなんですが、後半に入ってまいりました。制作に C 曲に銀次さんが絡んでない唯一の曲です。佐野元春さんが提供した、そして誰のせいでもないという曲。アレンジは銀次さんがやってらっしゃって、歌ってるのも銀次さんということです。そして誰のせいでもないという曲は、最初ギターのサウンドからこう振るようなプロペラでも回るような綺麗な音でですね、どちらかというと街を疾走する車のタイヤのホイールがくるくる回っているようなイメージなのかなと思うんですが、まあおしゃれで、ファッションに敏感でチャーミングな女の子に、もう僕には多分君には似合わないよ、君にはついていけないよって、その待ち合わせの場所にはもう行けないよって歌ってる男の歌。まあ振られていくというか、振られるということを察知して自分から離れるという男の歌になってますが、佐野さんにしては珍しい世界観で、これ銀次さん用に作ったのかなと思いますが、このそして誰のせいでもないという曲の中で明らかになるのは、まあ伊藤銀次さんという人の声の優しさ、ボーカルの優しさというところですね。何でも申し上げていますが、ナイアガラトライアングルグループというのは非常に声と歌い方に特徴の強い人が多くて、で銀次さんというのは割とその中でニュートラルですが、こういう曲を歌ってもまあ普通の男性の普通の失恋というとおかしいですけども、失恋していくお兄さんおっちゃんの歌という20代の半ばから後半くらいの感じ、ただ佐野さんの詩はどちらかというともうちょっと若い感じの20代の前半か大学生くらいかなという感じの詩にはなってますが、銀次さんが歌うともっと柔らかくて優しいので、20代後半から30かかるかなくらいの感じのキャラクターになっています。ギターのサウンドが心地よくて、そのリズム感、メロディーの感じというのもすごく心地いいんですが、歌われているのはほろ苦い、本当に青春のスケッチ的な、この、佐野元春、伊藤銀次、佐野元春という人の、兄弟に似た友情を感じさせる一曲で、いよいよラストスパートがかかったという感じさせるものです。曲としても短くてシンプルで大好きな曲で、多分好きな人多いんじゃないかな。佐野元春さんの曲としても、人に提供した曲の中でもすごくいい一曲だと私は思っています。ベイビーブルーというアルバムの中にこの曲が入っていることで、またその前のワンウェイチケットザムーンというのが少し暗めの色調で、それをリセットするように街中でありふれた失恋を描く、そういう感じが僕は大好きな曲です。今日は、伊藤銀次さんのベイビーブルーから、そして誰のせいでもない佐野元春、伊藤銀次というコンビの友情が感じられる一曲ご紹介いたしました。まだ次の曲を取り上げてまいりたいと思います。チャンネル登録といいねの方ぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。